こんにちは。日本学術書道会の田村義団です。今日も私の書いた今選んでいつやるか講談社のための前後前画作例集から前後を選び、その解説文を読んでからその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は知足です。出典は遊興行です。釈迦の言葉を記録した遊興行に修行者が守らなければならない8つの徳目が記されています。その8つとは、性欲、多くを望まないこと、寂静、静かなところに住むこと、精進、勤め励むこと、不忘念、法を守り忘れないこと、禅定、心を乱さないこと、修知恵、知恵を収めること、認識、正しく考えること、知足、樽を知ることです。知足とは文字通り樽ことを知ることですが、遊興行には樽ことを知る者はたとえ貧困であっても心が満たされており安らかである。しかし樽ことを知らない者は裕福であっても心が満たされず常に不安定であると書いてあります。たることを知る、それは言うは易く行うはがたしです。たるを知るにはどうしたらよいのでしょうか。まず己を知ることです。己を知り、その自己の文言にふさわしいもので満足することです。欲望はキリがありません。自分にふさわしくないもので囲まれていたら、それがいつ奪われるかと常に不安です。これでいい、これで十分だという謙虚な思いがあれば、どんな境遇にあっても心は平安です。博多の立花家に千の利休の秘伝書として伝わった南方録に、家は盛らぬほど、食は飢えぬほどにてこと垂れり、つまり家は雨露がしのげればよい、食事は飢えぬほどの量があれば十分だという利休の言葉が紹介されていますが、まさに侘び茶の心がこの言葉によく表れています。それでは知足を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。